こんにちは、たばいもんです。今日も看護学生生活の難易度を下げる情報を発信します。今日は電解質と活動電位について解説します。なんとも難しそうなタイトルですね。しかし今日の動画はですね、国家試験によく出る知識の内容ではないんです。そのよく出る知識の根拠となる知識です。次回国家試験によく出るような高カリウム結晶について解説します。今回はその前提となる知識です。例えば肝臓の機能を知っておかないと肝硬変は分かりません。そんな感じで今日はその根拠となる知識です。今日の動画を見れば興奮の発生のメカニズムが分かります。そして興奮における電解質の役割、例えばカリウムやカルシウムの役割ですね、それらが分かります。そして心電図の各波形でそれぞれの電解質がどう関わるかが分かります。それでは行きましょう。まず興奮の発生について解説します。筋肉が収縮するためには興奮、つまり電気刺激が必要です。そんな興奮の通り道が神経です。神経には細かく見ると神経細胞が無数に並んでできています。それでは今日の主役である電解質、具体的にはナトリウム、カルシウム、カリウムです。それぞれの役割について解説します。まずナトリウムは興奮発生に関わります。カルシウムは興奮が発生すると筋肉を収縮させます。そしてカリウムは興奮発生や興奮消失を調整します。後ほどアニメーションで詳しく解説します。そして国家試験にそこまで出ないんですけども、こういった前提知識も知っておいてください。同じ物質であれば、あらゆる物質は濃度の高い場所から低い場所へ移動します。これを拡散と言います。肺胞でのガス交換は、この現象が起きています。そして、細胞の外に多いのはナトリウム、細胞の中に多いのはカリウムです。ナトリウムが細胞の中に入れないように、そしてカリウムが細胞の外に簡単に出れないように細胞膜があります。じゃあナトリウムはずっと入れないのかというと、そういうわけではありません。細胞膜があってもナトリウムが通れる道があるんです。この道をナトリウムチャネルと言います。普段は閉じています。それはカリウムも一緒です。細胞膜があってもカリウムが通れる道があります。それはですね、常に空いてる道もあれば、条件があって開くような道もあります。また通り道とは別にポンプがあります。これは細胞内でナトリウムが多いときに外のカリウムと交代するポンプです。正式名はナトリウムカリウムポンプです。ですが国家試験にそこまで問われません。ナトリウムとカリウムが交代できるポンプがあるんだな、そういうふうに思っておいてください。そしてここからかなり難しくなってきます。難しいと思うんですけども、アニメーションでなるべく分かりやすいように解説します。まず細胞の外はですね、細胞の内に比べるとプラスの電気が多いです。それはナトリウムが多いからです。ということは細胞の中、細胞内はプラスの電気が弱いんです。これは相対的に見ると細胞の中はマイナスの電気となります。実際にはプラスの電気があるんですけども、細胞の外があまりにもプラスなので相対的にマイナスの電気となっています。これはカリウムが中と外でうまいことバランスが取れているからです。この状態を静止電位と言います。興奮は発生していません。興奮はどうやって発生するのか、それは細胞の内側がマイナスからプラスの電気に変わった時です。これで興奮が発生します。興奮が発生すると相対的に細胞の外はプラスからマイナスの電気に変わります。相対的にですよ。そして隣の細胞の中もマイナスからプラスの電気に変わっていきます。これが連鎖することによって興奮が伝導していきます。この細胞内で興奮から消失するまでの電気の変化を活動電位と言います。ここからは
電解質がどう関わっているかを詳しく解説します。神経伝達物質などによって細胞に刺激が起こります。この時細胞に少しプラスの電気が流れます。この少しプラスの電気によって細胞内の電気のマイナスがなくなります。詳しく言うと相対的にマイナスだった電気が外と同等ぐらいの電気となるわけです。この細胞内の電気のマイナスがなくなることを脱分極と言います。するとナトリウムチャネルが開きます。そしてナトリウムが細胞の中に入っていきます。この時刺激が弱いとチャネルは開かないんです。これを難しい言い方で脱分極が域値を超えないとチャネルは開かないと言います。国家試験はたまにこういう難しい表現で受験生を惑わしてきます。話を戻します。ナトリウムが細胞内に入ると細胞内の電気は一気にプラスになります。すると興奮が発生します。この興奮の発生によって隣の細胞にも刺激が加わり、チャンネルが開いてナトリウムが入っていきます。これが連鎖していきます。この連鎖が続くことによって興奮が伝導していくわけです。この時ナトリウムチャンネルに他の神経伝達物質の刺激を受けても反応しません。この時期を不応期と言います。そして心筋はこの不応期が骨格筋に比べて長いんです。つまり興奮が発生している間は他の興奮が起こらないようにしているわけです。先ほどの続きです。興奮が神経細胞の末端まで行くとシナプスに興奮が伝わります。そしてシナプスから神経伝達物質が放出されます。これがまた次の神経細胞に刺激を与えて興奮を発生させます。それの繰り返しで興奮が伝わっていきます。そして最終的に伝わる先が筋肉です。具体的には骨格筋です。骨格筋に伝わると骨格筋からカルシウムが放出されます。このカルシウムによって骨格筋が収縮を起こします。ちなみにカルシウムは筋小胞体という部屋から放出されます。興奮が発生した後細胞の中はどうなるのか。現在プラスの電気の状態です。そこでプラスの電気から元の状態に戻すためにカリウムが出ていきます。この時カリウムはカリウムチャネルを通って出ていきます。するとこれによって細胞の中は相対的にマイナスの電気に戻ります。電気だけで言えば元の状態に戻るわけです。しかし元の状態とは違っていますよね。ナトリウムがまだ細胞の中にいるんです。この状態だと次に刺激が起こった時にナトリウムチャネルが開きました。しかしチャンネルが開いても外のナトリウムが中に入ってこれないんです。冒頭でお伝えした通り、同じ物質であれば濃度の濃い場所から薄い場所に移動します。しかし今濃度が特別低いわけではありません。なのでナトリウムが移動できないんです。ということは興奮が発生できません。そこでナトリウムカリウムポンプの出番です。このポンプによって細胞内に増えたナトリウムと出ていったカリウムを交換します。そして元通りとなるわけです。一旦まとめです。ナトリウムが細胞の中に入ると一気にプラスになって興奮が発生します。それが骨格筋に伝わるとカルシウムが放出されて骨格筋を収縮します。細胞の中はプラスの状態なのでこのプラスの状態を元に戻す必要があります。そこでカリウムが出ていきます。しかしナトリウムが残ったままです。なのでナトリウムとカリウムが交代して元の状態に戻ります。それではここからは心臓の興奮の発生についてお話しします。心臓は自ら電気刺激を起こすことができます。それの出発点が動脈結節です。動脈結節が自らナトリウムチャンネルを開いてナトリウムが細胞に入っていきます。すると細胞内は一気にプラスになって電気が発生します。
つまり興奮が発生するわけです。隣の細胞にも同じことが起きます。そしてこれがまた連鎖していくわけです。この興奮の伝導が心房で起これば P 波です。心室で起これば QRS 波です。心房の興奮が心室へと伝わります。ここからがややこしいんです。心室には心筋があるんです。先ほどの骨格筋の収縮の場合、筋肉に興奮が伝わると筋肉からカルシウムが放出されて筋肉が収縮していました。つまり興奮の発生の場所と筋収縮の場所は別なんです。しかし心筋の場合は一緒です。心筋細胞の中で興奮が発生して伝導していき、そして心筋細胞の中で心筋を収縮させるというわけです。なのでナトリウムが入りました。すると興奮は発生します。その後ナトリウムは何をするかというと、カルシウムと交代するんです。交代したカルシウムは心筋収縮を起こします。その後カリウムは外に出ていって細胞内の電気を相対的にマイナスに戻します。つまり細胞の中の電気が回復するというわけです。この時の波形が T 波です。この後はそこまで重要ではないんですけども、一応知っておいてください。カルシウムは筋収縮を終えた後ナトリウムと交代します。ちなみにナトリウムカルシウム交換するポンプがあります。そしてナトリウムも外にあるカリウムと交代して元の状態に戻ります。ということで心筋の興奮収縮回復のまとめです。ナトリウムが細胞内に入ると興奮が発生します。そしてその後ナトリウムとカルシウムが交代してカルシウムが中に入ってきます。カルシウムは心筋を収縮させます。その後細胞内は興奮している状態なのでカリウムが外に出ていきます。こうすることによって細胞内の興奮が消失します。この時の波形が T 波です。その後カルシウムとナトリウムが交代してナトリウムがカリウムと交代します。すると元の状態に戻るわけです。大事なところのまとめです。細胞外液にはナトリウムが多いです。細胞内液にはカリウムが多いです。興奮がないとき細胞内は相対的にマイナスに帯びています。神経刺激などによって脱分極が起こるとナトリウムチャンネルが開きます。その後ナトリウムが細胞の中に入って興奮が発生し隣の細胞へと伝導します。そして骨格筋に伝わると骨格筋収縮が起こります。その時に関わってくるのがカルシウムです。同じように心筋収縮にもカルシウムが関わります。興奮が発生した後カリウムが細胞の外に出ます。すると興奮が消失します。これが心筋で起こった時の波形が T 波です。 T 波は心筋の興奮の回復を意味しています。難しい言葉で細分極と言います。それではここからは国家試験問題です。今回は少し少なめです。正常心拍の補聴取りペースメーカーはどれか。それでは答えの発表です。答えは3番動房結節でした。興奮は動房結節、房室結節、必須側、右脚左脚、プルキン衛星の順番で伝わります。細胞外液に比べて細胞内液で濃度が高いのはどれか。それでは答えの発表です。答えはカリウムでした。カリウムは細胞内液で多いです。ナトリウムは細胞外液で多いです。 15% 塩化カリウム注射液原液の静脈内投与で起こり得るのはどれか。一時停止してお考えください。それでは答えの発表です。答えは3番心停止でした。これは次回詳しくお話しします。心電図で T 波の上昇の原因となるのはどれか。一時停止してお考えください。それでは答えの発表です。答えは1番高カリウム血症でした。これについても次回詳しくお話しします。
固有心筋の特徴はどれか、一時停止してお考えください。正解は分からなくてもいいんですけども、ある選択肢は正解か不正解か分かるようにしておいてください。それでは答えの発表です。答えは3番、活動電位にプラトー層が見られるでした。そして今回関わってくるのは2番です。心筋は骨格筋よりも不応期が長いんです。不応期というのは電気刺激があった後は他のどんな電気刺激を受けても何も受け付けない時間のことです。心筋は他の電気刺激を受け付けないために不応期が長いです。筋収縮で正しいのはどれか。一時停止してお考えください。選択肢見ても何のこっちゃっていう文が多いと思います。ある選択肢だけは合っているか間違っているか判断できるようにしといてください。それでは答えの発表です。答えは4番、筋小胞体からカルシウムイオンが放出されるでした。骨格筋収縮のメカニズムで正しいのはどれか。一時停止してお考えください。これもある選択肢だけは分かるようにしておいてください。それでは答えの発表です。答えは4番、カルシウムイオンが必要であるでした。活動電位について正しいのはどれか。それでは答えの発表です。答えは1番、脱分極が1値以上に達すると発生するでした。つまりがっつり刺激せな興奮は発生しませんよっていうことです。そして細胞内が一過性にプラスの電位となった時に興奮が発生します。脱分極期には細胞膜のナトリウム透過性が高くなります。難しい言い方をしてるんですけども、透過性っていうのは通りやすさとか隙間とかそういう風に捉えてください。脱分極、つまり電気刺激が起こるとナトリウムチャンネルが開きました。ということはナトリウムが通りやすくなるので、これを難しい言い方でナトリウム透過性が高くなるというわけです。最後は臨床検査技師の国家試験問題です。心電図波形とその繊維の組み合わせで誤っているのはどれか。それでは答えの発表です。答えは1番、 P 波、心房の興奮の消失。これは誤りの組み合わせです。 P 波は心房の興奮を意味しています。そして QRS 波は心室の興奮です。今まではこの2つを押さえておいてくださいと言いました。今回からは T 波、ここを押さえておいてください。 T 波は心室の興奮の消失とか回復を意味しています。ちなみに次回は QT 感覚についてもお伝えします。本編は以上です。最後にお知らせです。今年のレビューブック、クエスチョンバンク、クエスチョンバンクセレクト必至を購入された方へ朗報があります。なんと無料で講義動画が見れます。なんでタバエモンがそんな告知するねっていうとですね、この無料の講義動画作らさせてもらってます。ここからは無料動画を見る手順について紹介します。まずメディリンクに会員登録します。そしてメディリンクというアプリをダウンロードします。そのアプリから QR コードリーダーのボタンをタップします。そして今年のレビューブックやクエスチョンバンクにある QR コードを読み取ります。すると動画が見れます。無料動画でできることは倍速再生ができます。最高 2.75 倍です。時短にもなります。そしてバックグラウンド再生やオフライン再生もできます。皆さんぜひ学習にご活用ください。何度も言いますが、今年のレビューブック、クエスチョンバンク、クエスチョンバンクセレクト必至を買った方は無料で見れます。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩の紹介をお願いします。Twitter、Instagram で毎日国試問題を出題していますので、概要欄からフォローの方お願いします。次回は今日の動画の内容を踏まえた上で、高カリウム結晶や低カリウム結晶、高カルシウム結晶などでは、心電図波形はどうなるのか、そして高カリウム結晶ではなぜ心停止が起きるのか、
それについて解説します。それでは今日も見ていただきありがとうございました。今日の動画は難しかったと思いますが、何回も見て理解してください。